ナルト、それにサクラだ。その声は、やっと見つけなってばよ。サスケ、サスケくん、こんなところにまで何の用だ。お前を連れ戻しに来た。子供のままだな、ナルト。お前には火影になるっていう夢があるんじゃなかったか。サスケ君。ナルト。早い。あの時のお前は俺の気まぐれによって助かった。今度は俺の気まぐれでお前は命を落とすんだぜ。仲間一人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。そうだろ、サスケ。そうだのう。はしゃぎおって。精神的には、ああ、え、ナルト、ナルトなの、え、さくらちゃん、いつ帰ってきたのよ。久しぶりじゃない。うはー、ほんと久しぶりだってばよ。わけで修行は終わったんだけど、ほんとエロ仙人ってば容赦なかったってばよ。どれもこれも全部お前のためだっての。ああ、ああ、それじゃあそろそろ場所を移しましょうか。あ、どこ行くの。
あんたね、里に帰ってきたならちゃんと船出師匠に挨拶しないとダメでしょ。あ、そうか。でも船出のばあちゃんか、ばあちゃんに会うのもすげえ久しぶりだってばよ。さ、それじゃ行くわよ。おっす。エイルシェイ、どうだ、ラーメンでも、どうだ、ラーメンでも食ってっか。やっと。やっと。さて、久しぶりにつな。そこだ。と。よっよっと。よっよっよっと。五代目様ならこの先の屋敷にいらっしゃるぜ。そこだ。うん、いいだろう。この通りに進めてくれ。了解っす。しっかり頼むぞ、二人とも。入れ。師匠、ジライア様とナルトをお連れ。はぁ、鹿丸って、おい、ナルトじゃねえか。こいつ、あのチビか。変わりないようだな、ナルト。綱手のばあちゃんもみんな久しぶりだってばよ。そうか、修行は無事に終わったか。にひひひ、俺ってばバッチリ強くなったからな。どんな任務でもこなしてやるぜ。おお、なかなかの自信ですね。ふん、だったらその自信が本物かどうか試させてもらおうか。どういうことだよ。明石。明石先生。よ、元気そうだな、ナルト。ナルト、そしてサクラ、これからお前たちには試験を受けてもらう。試験ですか。何、別に難しく考えなくていい。お前たちにやってもらうのは3年前にもやったあの鈴取り演習だ。鈴取り？なんで今頃。お前たちがこれから共に任務を行えるかどうか、その見極めをさせてもらう。見極め？試験は演習場で行う。準備が整ったら来るように。いいな。わう。それじゃ待ってるぞ。今度は失敗できないわね。ああ、修行の成果見せてやるぜ。
せたぜ。じゃあね。任せたぜ。じゃあね。カカシ先生との演習か。帰ってきて早々忙しいなお前は。ま、俺も人のこと言えねえけどな。中任試験の係官やってるからよ。任せたぜ。じゃあね。どこかで見た顔だと思ったが、渦巻きナルトだったか。久しぶりだな。任せたぜ。五代目様ならこの。じゃあね。修行の成果、カカシにしっかり見せてこい。今の。久しぶりですね、ナルト君。元気そうで何よりです。さて、どれほど成長したのか楽しみだね。任せたぜ。君、木の葉の忍びなんだ。最近のこのはまるくんは本当に昔の。やっと。その顔。くそ、また。やっと。
当たれ。ふっ、じゃあね。そこだ。よっと。Just let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Oh, just let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out.